はい、こんにちは。今日はコーチングの中でも皆さん自身が身につける中で、決して欠かすことのできないセルフコントロール力っていうものをお話をしていきたいと思います。で、このセルフコントロール力っていうのはですね、普段からきちんとちょっとしたことを意識するだけですぐに身につけることができるようになります。で、これは一体どういう風な形でですね、身につけていったらいいかっていうところなんですが、今日は実験のお話をした上で、その実験をもとに皆さんもこうしていきましょうねっていう、こういう流れでですね、お話をしていきたいというふうに思います。まず実験なんですけれども、2つのですね、大きなグループを集めました。まず1つ目はですね、アルコールに強いお酒が大好きな人。それから2つ目にアルコールは弱いんだけど、お酒が好きな人ですね。まさに私なんかこっちだったりするんですけれども、僕なんかはですね、お酒が弱いくせにですね、おつまみ系のお菓子が好きだったりとか、ビールが好きだったりとか、あとは日本酒が好きだったりとかするんですけどね、すぐに体真っ赤になって心臓バクバクとかなったりするんで、本当は飲んじゃいけないんですけどね、というような人間です。はい。で、これはなぜその2つを集めたかっていうとですね、弱い人っていうのは普段からその小さな我慢っていうのを繰り返している可能性が高いと。で、もう一杯とかですね、もう一口とかっていうのができないので、要は本当はやりたいんだけど、本当は飲みたいんだけど我慢しなくちゃいけないっていう、普段のそのセルフコントロールっていうのを小出しにしていることで、そのセルフコントロール力っていうのが高くなってるんじゃないかっていうことを前提にこの実験っていうのを繰り返したんですね。で、そのアルコールが強くて好きな人と、アルコールが弱いけど好きな人って、お酒が好きな人っていうのを集めて、簡単なサイコロゲームっていうのをやってもらうようにしました。で、これは、3つの前提がありまして、まず1つ目に全員に対してサイコロを振ったら1の目が出たら賞金を上げますというふうに先に伝えておきます。で、2つ目に、このただしサイコロの目1が出たっていうのは自己申告制、つまり1回2回3回ってこうサイコロを転がしていく中で1が出たタイミングで、あ、私1出ました、お金ちょうだいみたいな感じでですね、やるという形です。それから3つ目に、ところが実はその部屋には監視カメラがつけられていますので、ズルしたかどうか、実際2が出てるのに1が出ましたとか、6が出てるのに1が出ましたっていうようなことが実はバレちゃうっていう仕掛けがされているということで実験をしてみました。その結果どうなったかというと、お酒が強いグループよりもお酒が弱いグループの方がズルをする確率っていうのは低かったんですね。つまり小さな我慢をすることによって本来正しい、その正解が出るまでっていうセルフコントロール力っていうのをしっかりと発揮することが、できたと、発揮する確率が高かったっていう実験結果が出たんですね。そのことから何が言えるかっていうと、自分勝手な行動が消えて、幸福感が高くて健康的になる人の方がアルコールに、強く、そしてお酒も大好きな人に比べてアルコールが、弱いけど好きな人が、高くなっていく傾向っていうのが高かった、小さな、幸福感とか健康的になる確率が高かったと。あ、失礼しました、確率じゃない、幸福感を感じるその感度ですとか健康的な意味で、両方とも数値が高くなったっていう傾向があるんですね。じゃあ、今から、なんていうんですかね、アルコール強い人とか損じゃないかとかっていうような話なんですけど、これはあくまでその普段こういうことを意識して生活してくださいねっていうようなお話をしてなかったから、たまたまこういう結果が出たっていうわけなので、じゃあお酒が強いかろうが弱かろうが、普段から皆さんがどういう風なことをしていたらいいかっていうと、お酒が飲みたいなとか、タバコを吸いたいなとか、一口お菓子食べたいなってなった時に、それを控える、一切やめろとは言わないです、一切やめろとは言いませんが、控えてみましょうと。控えることによって、自分の欲求を抑えて必要な時間に当てることができたりとか、無駄な時間を省くことができると。で、結局ですね、こういうですね、自分がお酒吸いたいなとか、タバコを吸いたいな、お酒吸ったらダメだ、お酒を飲みたいなとか、タバコ吸いたいなとか、お菓子食べたいなっていう自分の普段のその小さな欲求っていうものを我慢することができない人っていうのは、どうしてもですね、さっき言ったような自分勝手な行動っていうのはどうしても増えていってしまったりとかして、結果人間関係を壊しやすくなったりとか、悪化させてしまったりとかするんですね。で、人間関係が悪化したりとか、壊していってしまうと、やっぱり人間っていうのは一番のストレスの原因っていうのは人間関係によって起こるものですから、そこが衝突を繰り返していくことによって幸福感は下がっていって、人間関係壊れることによって心身病んでしまって、メンタルにも良くない、つまり不健康になってしまうというような結果が出てしまいますから、そういったお酒飲みたいなとか、タバコ吸いたいなとか、お菓子食べたいなっていう欲求をちょっとずつ我慢
慢することによって、自分勝手な行動っていうのも抑えられるようになってきて、結果人間関係も、いい状態、あるいはそれよりもさらにいい状態を、作ることによって、ですね、幸福感を高くしたりとか、健康的な生活を送れるようにっていうような方法を目指すことができるようになります。まあ、不要な時間を消してですね、必要な時間を当てるというような効果もあったり、メリットもあったりとかしますんで、ぜひですね、セルフコントロールを磨くためにはもう一杯とかですね、もう一口とかっていうのを控えていく、これを訓練、日頃から積んでいくことによって、簡単にセルフコントロール力っていうのは、セルフコントロール力っていうのは身につけていきますから、ぜひ皆さんもですね、試してみてはいかがでしょうか、という本日はお話でした。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。